マイノリティレポートスタートですこんにちは新菅ですこんにちは北丸雄二ですえそして今日はとっても素敵なお客様をお招きいたしております元衆議院議員の尾辻かな子さんです尾辻さんこんにちははい、えー、こんにちは尾辻かな子ですえー、今日はよろしくお願いします呼んでいただいてありがとうございます大阪ですかそこ あ、そうです。大阪,大阪の自宅です。はいあ。そうですか。自宅なんだ。<laughs> はい、いや、だけど、ここのところ、あの、本当に北丸さんとお辻さんって、もう大、大奮闘というか。ね、奮闘させられてるみたいな感じですけどね。うん でも二人がこういうふうにしてね、あのまたあのこの番組に出てもらって、私はあの本当に嬉しいです。どうもありがとう。今日もよろしくお願いいたします。え、さて、はい、えっと、早速入っていきましょう。まずはですね、ちょっとこちらのあの写真をご覧いただきたいと思います。ちょっと懐かしい私の写真で申し訳ないんですが。えー、プロレスラーの大木金太郎さんです。で往年の世代の方には。プロレスあまり見ない。いや、あれし。 あれですよ力道山の時代から見てまして <laughs> 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 えっとですね、えー、とサンバガラスと言われて大木金太郎それからアントニオ猪木ジャイアント馬場という形で、えー、このおうもう3人の中の一人だったんですがこの大木さんというのは、えー、大村収容所に収容されていました。 えー、つまり1959年に日本に密航で渡ってきたんですね。で、その時の後のまあ晩年のおお会いした時のお話です。で、彼はえっ、ー、とこの収容所を出た時には何の力を持って出たのかというと、大野万ンさんの力で出たんですね。で、当時の話を聞いております。そして今あの入管問題とか入管法の新しいものが提出されようとしている時に。 様々な形で入管の問題があ今挙げられていますで、それは一体どこから来ているのかどんな歴史性があるのかその入管の血塗られた過去についてえ今日は解説をしていきたいと思いますが北村さんすいません今日ちょっとね難しい、うんうん、難しいんですだからあのと歴史を紐解かなくちゃいけないし今言っている入管法改正の話というのはもう実は歴史を遡ったところにその根本的な問題っていうのがあるということをやっぱり ある程度時間費やしながら説明しなくちゃわかんないですもんね。そうね、だから、あのもしですね。えっ、ー、と、これ、ちょっとしんどい、あの、近代史はなかなか難しいという方は、ぜひデモクラシータイムスのですね。池田佳代子さんの番組、よかったね。はい,はい、はい。で、あそこで、えっ、ー、と、あの、非常に今の入管の問題を。 ゆっくりとあの穏やかに語っていますので、<laughs> <laughs> 今日私穏やかにいきたいと思いますね。いろいろこう<で>解説してもらってました。はい、えー、そちらの方をご覧ください。えー、今週の今日のあ今月のテーマと言った方がいいかな。えっ、ー、と、えー、レポートは日本入管残酷物語、その知られざる過去です。ではその前に今日の進行をご紹介させていただきます。えー、今日の進行はこのようになっております。ニュースピックアップ、えー、今日は時代錯誤の政権について、そして今日の特集その。 あとにエンタメ紹介です。今日はいい映画ですね、えー。そして今日のクイズという形でやっていきたいと思います。で、さてニュースピックアップ。時代錯誤の政権ということでいくつかざっとご紹介しますので、えー、紹介し,し終わった後に、えー、とお二人から少しあのコメントをいただきたいと思います。 えまずは、一元の少子化対策実現へと、えー、政府対策会議の初会合が開かれまして児童手当拡充やサービス拡充などを検討されたその映像が流れましたがびっくりするほど男の人しかいませんでしたでそしてこちらの映像をご覧ください、この写真ですね、これ、海江田万里さんが流した写真なんですけども。なんか 本当にタリバンかなとか思いましたけれども。こ,これね。<laughs> ね、ひどかったですね、うん。で、それから、え、なんと岸田さんが言ってくれました。産休、育休の、ね、中に学び直しようということで。いや、これはひどかったね。これは私の周りでは怒り爆発してました。うん、そして、あの、この、えっと、一週間、二人は本当に大変だったと思います。同性婚や、少数、性的少数者に関する。 出生、えー、そしてその首相官邸あのその周りにいる人たちの差別意識が露呈した事件です、えー、さらにそれに合わせて LGBT、えー、理解増進法を作るといったなんか嘘くさいものも出てきそしていや最近ここ数日にぎわってますね。 えー、岸ささんんですねお,あのお孫さんにななるのかな、えー、公式サイトのプロフィールがなんと家系図だったということで <laughs>、えー、この30年間の7割の30年間において7割の人出生の7割が、はい、あの世襲ですよね。 でそれからもう一つ、えー、これはちょっと大変なことではないかなと思いますが、えー、高齢者は集団自決という形でせよとでまあ、高齢者に集団自決というふうに語った、えー 方あのアメリカの先生なんですねナリタさんというおっしゃって私はよく分かんないんですけども最近テレビによく出てるんですね、うん、コメンテーターみたいな形、ね、でねでこれがこう出てこうこの言葉がこう飛び交ってしまう社会とかまあいろんな問題があると思います、えー、ではまずは最初はこのニュースの中からそれぞれなんか気になったところとあとそれからもしできればもう一回このあの番組でも LGBTQ に対する差別についてのこともコメントいただけたらと思います。 まずはお辻さんいかかがですかあはいいやもうねこのニュース全部見てるだけでくらくらするんですけどやっぱりその時代錯誤な政権っていうところでいやほんまにあの当事者がいないっていうね、うん、あの育休のリスキリングにしてもそうだしなんかもう本当にだからやっぱり政策が的外れなんだなっていうことがもうあ,、うん、あらわになってるっていうのがまあほんと なんといいうかこう可視化されてると思いますで、まあ、今ちょうどその、えー、岸信千代さんがまあ次選挙に立候補の予定ということでのあの家系図なんですけど、はい、あの家系図もいろいろ言われてるようにまず女性があの出てこない,いないんだよねあの家系図にね。はい、だそれもびっくりだしでなんていうかこうあの普通ね政治家になる時立候補する時っていうのは。 あななたはなぜ政治家になりたいんですか政治家になって何をしたいんですか、うん、それが語れるかどうかってすごくあの問われるわけですでも、うん、世襲の政治家っていうのは <laughs> 家業だからでいいんですよで。何したいかも別になくていいんですよ。<laughs> まさにあのなんか最初のスタートが全然違うっていうことを、うん、なんかこれを見てそうあの家業ですと自分は政治家家業です。 やりたいこといやまああのこの家系図を見てくださいというまあ今ねあの亡 <laughs> くなったというかあのホームページ一回、はい、あのなんかクローズされてるらしいんですけどえー、あの,あの,あの何も言わずに改変されていきますよね <laughs>、はい、削除されましたね、えー、空白ですねれでれあのこの感覚ってどういうふうに考えたらいいんですかねいや,やっぱりまずいことしたなと思ったんでしょうでもそのまずいことしたなと思うのが遅すぎるというか、うん、一番最初に出すときにやっぱり うちはこの家系こんな血筋のいいところだからっていう形でやっぱり自慢したかった、うん、そしてそれがみんなに通用すると思ったっていう仲間内の理論なんだけどもその中につまり他者が存在しなかったってことでしょうねつまり女性も存在しなかった他者も存在しなかったもちろん、まあ、例の荒い発言にも通じますけどもその中に周りの人間の中に LGBT がいるとは思ってもいなかった、うん、もしくは周りの人間の中に家系図っておかしいんじゃねっていう人がいない。うん この人たちが結局自分たちの中で頭で描いているその世界というのが如実にそこに出てきたということだと思いますよ。ですべてのことに共通するのはつまり男社会であるということ、過不調性であるということ、そ,してそれがすべて例えば、えーまあ、大体、如実になってきたのが第2次安倍政権の時ぐらいからこの傾向がずっと続いてきて経産省がずっとそれを仕切ってきて。 でそういう今に至っているということなんだけれどもそこで象徴的なのは何かというと一番最後に出てきた成田先生この人はアシスタントプロフェッサーって言って日本で助教授と言ってますけど助教授っていう言い方はもうなくなって、うん、助教授は準教授と言います。準教授の場合はアシスタントプロフェッサーじゃなくてアソシエイトプロフェッサーで、はい、アシスタントプロフェッサーっていうのは何かというと日本語で言う助手です助教です。<laughs> 助教というのは あの大変給料も少ないので、うん、あの大変なところ地にいるんですけれども一生懸命頑張ってどうにかアソシエートプロフェッサー準教授になろうとして頑張っていらっしゃるんだけども助教授じゃありません。 ね、そこら辺の詐称というのはどうして日本のテレビ局はそれ突っ込まないのかなと思うんですが。よくやりますよね、アメリカでなんかしてきた人って必ずなんか、たかたか受付やったのに、なんかその研究所にいたみたいなねうううう。でも確かにあの助教ではあるんだけどもね、助教って日本でなんとなく助教授と同じように取られてるんだけど、実は違う。でもこの人たちはどういうふうにして出てきたかというと、まあ、大体今のコメンテーターの方々もそうなんですけども、日本の中で安倍政権の頃から、いわゆる 権力に対してもしくは社会的強者に対して鋭く突っ込む尖っている人たちはどんどん、えー、マスメディアから退場ししていきましたそこを埋める形でこうやって、まあ、若いか若くないかというのはもちろんあるんでしょうしそれから男女の差として女性コメンテーターが増えたというのはものすごくいいことなんだけれども男性コメンテーターでちょっと尖ったことを言う人たちはこういう人たちが増えたんです。つまり 社会的強者に対して何か言うのではなくてもしくは政治的な権力者に対して何か言うのではなくてなんとなく政治的なんとなく社会的なことを言うんだけども尖っているのはそのトゲはなんか横の人たちもしくは下の人たちと見ている社会的弱者に対して叩きやすい相手す、ね、叩きやすい相手。例えば沖縄に行って、うんうん 座り込みやってんじゃねえのって言うのやってませんけれどっていうようなことを言った広行だとかそういう暇があったらもうちょっとその社会体制もしくは政治権力に対してものを申すべきなんだけどもその人たちがみんな退場してしまったそれは何かっていうと安倍政権菅官房長官の下で結局放送局にまあ新聞はまだまあ新聞でもそうかな今読売なんか見てるとひどいですね。 あの産経は世に及ばず <laughs>、えっと、放送局からそういう人たちがみんないわゆる退場させられてしまったそこに結局こういう人たちが収まって権力に対するその監視それから物申す人っていうのがいなくなってきちゃったんですよねそうすると皆さんあのネットメディアに流れたりもするんだけれどもネットメディアの方はネットメディアの方でまた とんでもない右翼の人たちがいたりもして、まあ、乱立する状態なんですけれどもね。そういうふうな形で、今メディアというものが。全然やっぱり変質してしまった、うんえー。そういう私たちは過渡期に今いるんだと思います。だからデモクラシーこれ延長商法ではないんですか。そうでもない。まあ、あの人たちでて延長とかっていうか、もともとそういうふうにして。うんうん 何かこう尖ったことを言うことによって出てきた人たちなんでそれ以外に自分たちの,その学問的な例えばバックグラウンドがあるわけでもないし研究があるわけでもないし論文発表したわけでもないし私の能力で探しきれなかったんですか三浦瑠璃さんに関してだってそうでしょ、うん、自民党のなんか検証論文だけどあの検証論文って作文というかレポートというかエッセーですもんね。<laughs> であまあ、そういうところから出てきた人たちがいわゆる、うん、なんかかっこいいこと言ってそうでなんか頭が良さそうなんだけれど、うん、実際は中身は何も言ってないというか、まあ、言ってることは言ってるんだけどもなんかちょっと尖ったことだけれども、うん、全くそのトゲが権力に向いていない、うん、何のためのメディアなのかっていうの,か権力の犬になってますよね。うんうん、あの辻さん、ね、あのこの件に関してはいかがですか、はい いやあのー、今、北丸さんおっしゃったようにまず1つは本当、うん、自己責任論を言う人たちだなと私はずっと思っていて、うんあのー、例えばそのワーキングプアだったりとか、まあ、いろんなことはあんたの能力が足りないからだっていうような、まあ、タイプの人たちだなと思うんですよね。うん、で私ね今回ののの成田さんの発言が日本のメディアで取り上げられず、うんはい ニューヨーク・タイムズで取り上げられて世界に拡散しそれがまた日本に入ってきてやっと日本で問題になるというここにちょっとびっくりしてまだ新聞は取り上げてないんだよねこれ確かね大手新聞もテレビもそうなんですよだからこれだけの発言がやっぱり日本のメディアっていや本当に着機能というか うん、一番大事な人権とかだって高齢者はねもう何か前は死んでもらっていいんだみたいな発言って本当に優勢思想じゃないですか。いや、うん、こんなこれをなんていうかこう指摘できない日本のメディアって一体何なんだろうかっていうそこの危機感の方がすすごく感じるんです、うん、私はねあのこれに関して言うならば彼はその経済的なもので言ったとかねあの高い地位のねこうあの高齢者の人たちがその 要するにポジションをあの若者に上げるべきだみたいな解釈をしている人がいるけれどその解釈以前として集団自決という言葉をこういう形で使ったというね、うん、この人本当に何にも勉強してないんだなっていうね言葉ということもそうだしそれからその集団自決というものの歴史もそうだし、うん、その歴史を何も考えずにこれをこんな形でチャラく使っていくでしかもそれが学者として こう名前が出てで最近ちょっと見るといろんなテレビに出てるって言ってそのテレビに出てる画面が出てきて私驚くんですけどこの人逆に言うとあんまりきついこと喋ってもらいたくないんですよねテレビとしては。 あんまり問題発何かこう権力にてつくようなことやってまた官房長官から何か言われて「や,やばい」と放送法を縦にして中立放送というのは成り立ってないんじゃないかというふうに言われたらもう免許停止になっちゃうみたいなことが、うん、自己規制が蔓延しちゃって、うんうん、結局こういう無難な人たちを採用することになっているんでしょうね。うんうん、というかね今の,あの若い,こ,ういうこと言うのも嫌だけど新聞記者ってのはやっぱり。 例えば新聞でこんなこと書けるんですねとか僕に言ってくるの、ね、<laughs> ごめんな、ね、<laughs> あのこの間から私はあんまり笑わせないでくださいね, <laughs> あのねこの間、えーあの「エゴイスト」っていう映画ここでも紹介しましたけど公開になりました10日から、はい、えっとそれで私、えー、壊れてあのコメン推薦コメントを寄せたんですけれどもそれで、ねはいえー、SNS 上でこう書きました。はい とホモはセックスの化け物で気持ち悪い見るのも嫌だというすべての新井さんたちにも見てほしいと素晴らしいこの愛おしい生き物たちの真実をあなたは知ろうともしなかったのだっていうふうに書いたんですよ、うん、でこれを見た若い記者が、うんうん、よくこんなもん出せましたねっていうのこんな政治的なやつそれでどこが政治的なの まあ、新井さんっていうのは、政治的な。新井さんというのを出したから、強いものに逆らったから、うん、強いものに意義を申し立てしたからうそうそう。うん、そうやって言うのよ。え、お前、新聞記者じゃないのっていう形で、僕はびっくりして。呆れる。新聞記者の基本って、ジャーナリズムの基本って反検挙句じゃないですか。 どんな状態でも権力の暴走を監視すがこっち側行ったら必ず逆のことに引っ張とかないと、うんうん、権力というのはあの他が外れてどこでも行っちゃうからね、うん、でもそういうことっていうのがずっと例えば安倍政権の下で、うん、安倍政権あのこの10年間で本当に骨抜きにされている、うん、でこんなこと書けるんですね、うん、もうテレン手練手管でさあっちの手絡めても使ってさで一生懸命書いてきた私たちのスキル 新聞記者とししてててののスキルってものを彼らは継承してないんだよねそれはねやっぱりねデスクも悪い俺が守るっていうやつはねやっぱり先輩記者言ってくんないとさそうね若い子たちですくみますよ「えこんなこと書けるんですね」したら「書けるに決まってるだろ」うと俺じゃなくてデスクが言うべきですよそれは部長が編集局長が。だけどあの非常にそのなんか全体の空気としてあの。 おついよや <laughs> あの、今の,、ね、その報道あの,の話があったんです報道は反権力だって本当にその通りで、うん、でも、例えば今日の,その岸信千代さんだってフジテレビの確か報道記者ですよね、はい、最近、その記者の出身の方が、うん、自民党からやっぱり立候補するって結構いろんなところであって。 なんかその前提すらなんかもう今なくなってきてるんじゃないかなっていう。ちょっとあの危うさをすごく、あの現場で政治の現場にいると感じますね。で、あとはまあ,まあその今回の新井さんの発言というのは、もやっぱり元々。岸田総理の。 社会が変わってしまうというところから来たわけで,で、これまだ国会でも議論されてて、えっと今日ですね、2月15日の予算委員会でも、またあの西村智奈美衆議院議員が、はい、えっとこれ、撤回しませんかって聞いたんですけど、はい、やっぱり撤回しないということだったんですよね。いやだからこう、どこまで傷つけるんだと。 いや誤解を与えたとすればみたいな話はしますけれどやっぱり発言は撤回しないっていうことで、うん、なんかもうこの1週間10日ぐらいもう当事者ずっと何て言うかなどうせ私らね隣に住んでたら気持ち悪いんでしょうみたいな見るのも嫌なんでしょうみたいな <laughs> な,な,なんかこうその気持ちをいつまでこんな気持ちにさせるんだっていうのは、うん、も,うもうちょっと本当勘弁してくれっていうか、まあ、ただ、うん、あの メディアの方も今、確か共同通信でしたっけ、同性婚が、えー、賛成の人が64%、これすごいですよね、北村さんねそうそうおまけにさ、若い人たちは80何なんだよ、60代ですら58%。うんうんね 代で代。それでも2人に1人はそれが理解でできる頭になったわけですねそう、まあ、そう時代はそうだというふうに思って、まあんまりか、はい、深く考えないで、うん、もうそうだよねというふうに言ってくれてる人もたくさんいると思いますけどね。うん で、まあ、世の中なんて、そんなもんですよ。みんながみんな考えてるわけじゃないけれども、でも、雰囲気として、だんだん優しくなっている、そういうことに対して。それはそれでいいんじゃないかなと思いますけどね。そう。なんか、か、世論は変わった。世論変わってる。そう。社会変わってる。ま今日これから。もここです。そうですね。はい。え、では、えっと。 今日のあの特集の方に入っていいきたいと思います、えー、とそれでは、えー、今日のレポートは先ほどもご紹介させていただきました「日本入管残酷物語」です。その知られざる過去ということで、えー、とまずはですねちょっとこちらの写真を見てくださいもういろんな形で、えー、と今の入管の問題というのがすでに、えー、と報道されていたりそれから、えー、入管の中でこの ねえー、と数年間の間でもものすごい数の,その方が死んでいたり殺されていたりといった方がいいのかもしれませんねでさらに、えー、こういった形で難民を虐げ在留資格のない人の命を危うくする入管法改悪に反対しますという声も上がりましたでそこで今日は、えー、と池田さんの番組でもあの出演なさってくださいました児、えー、玉光一さんに今の入管法の 問題点を簡単にまとめていただきました。一体今何が起きていて何が問題なのか、えっと約5分から6分ぐらいのビデオでございます。こちらをご覧ください。えっとまあ今入管法の再提出ということが言われてはいるんですが、元からすと、えー、2019年にナイジェリアの男性が大村の入管でなあの合死して。 それをきっかけにして、あの長期収容ですとか送還を拒んでいる人たちをどうにかしなくちゃいけない。2019年の秋に法務大臣の指摘質問機関で、指摘懇談会の収容送還に関する専門部会というのが作られて、でその議論の結果を踏まえて、2021年に法案が出されました。でえー、とただ、この間にコロナがあってで、収容されていた人、長期収容されていた人はどんどん 仮放免ということで外に出されていまして、でで今になってみると、長期収容されていた人っていうのは本当に非常に少なくなっており、あの長期収容の問題は入管が開放することでもうほぼ解決してるわけですね。ただ、その外に出された人たちが仮放免という状態で仕事もできなくて、お金もなくて、あの公的な補助も受けられない、そういうそちらの方の問題がむしろ顕在化しているのが現状だと思います。 こういう状況の中で入管が、あの、法務省が2021年に廃案になった法律を今、このタイミングで出すっていうのは、その必要性というのはちょっと正直よくわかりません、えー。まあまあ法案の提出根拠というのも今全く流れていませんし、だから入管当局としては、仮放面を増えている人たちを、これはその正規化、在留を認める方向ではなくて、えー、強制増加をすることをあのやることで、 その送還危機者、送還できない人、仕事ができなくてずっと日本にいる人、こういう人たちの問題を排除の方向で解決しようとしているのが、今回の入管法の再提出ということになると思います。その中でいろいろ内容はあるんですけれども、一番大きな問題だと僕は思っているのは、難民申請者の送還停止法の例外を作るというところです。 入管当局はおそらくこれが一番の肝で、ここを外したりとか修正ということは全く考えてないんではないかと思います。どういうことかと言いますと、難民申請者は今は難民申請をしてますと、申請手続き中は、入管内部での手続き中は、強制送還をすることができないというふうに法律でもはっきり決められています。で、えっと、これが入管当局の考えとしては、 これがあることによって難民認定になった人でも2度、3度、4度、5度申請を繰り返すことによって強制送還はできませんからそれによってその何度でも申請を繰り返してその間ずるずる審査中に日本にいることができるようにその LINE をしているんだというこれを何とかしたいというのはおそらく入管当局の一番の、まあえー、考えなんだろうと思います。さらにに停止等の例外にも一つは、えー 3年以上の実刑判決を受けた人で、その人、あるいはそのテロリストのテロの疑いのあるような人、そういう人については、えー、その,難民,審査の難民申請の審査中であっても強制送還ができるようにしよう。こういう条文が盛り込まれていました。2021年の法案には入っていました。おそらく今回も同じものが入ってくると思います。で,ですけれど、あの、なんで何回も申請をするかというと、 これはその難民認定率、難民認定の数とかもう切っても切れない話なわけですね。例えばそのトルコ国籍のクルドの人たち、あの今回その大地震が起きた辺たりから出身の方がすごくたくさんいて、で90年代の半ばぐらいからボマ関与していてあのいるんですけど、去年、えー、初めて1人札幌高裁の判決が出て、それで えっと、それに入管が当局が多分しぶしぶしたがって一人だけ認定されたのが初めてです。30年近くだって初めての人なんですね。ところが、あの、他の諸外国で見ると、トルコ国籍のクルドの人と本当にもう普通に難民認定されてる、かなりメジャーな部類に属するんじゃないかと思います。そういう人たちが日本に来て、海外では自分の親戚とかお兄さんとか、 友達とか同じような政党活動をしていた人が難民認定されているのに、自分は日本では認定されない、だけどそれで、じゃあ諦めて本国に帰ってしまったら捕まるかもしれない、殺されるかもしれない、そういう状況にあるので、仕方なく何回も申請してるんですね。だから、諸外国並みに日本が難民認定をすれば、複数回申請というのは激減するはずです。そういういい方向ででのの解決をを考えないで回数を繰り返しててる人たち自分たちち自分判断は全く誤ってない 繰り返している人がもう乱用なんだという決めつけで、こういう制度を作ろうとしていることが、やっぱり最大の問題だと思います。またその、あの、経営実刑判決を受けた人とか、テロの疑いがある人、こういう人について送還をするっていうのは、これも条約に反するんですねよあの。本当にテロの危険がある人を返していいかどうかというと、いきなり返してはいけないわけです。そのあたりについて、えー、おそらく全く修正もしないままに法案を提出してくるだろう。 その点を非常にに問題だううというふうに思っておりますまあの自ら入管は一切自分たちは悪くない、えー、悪いのは申請する人たちだでそれを解決するためにはあの受け入れるのではなくて排除する方向だけを強化してやろうとしているそこは一番最大の問題点だろうと思います北丸さんあの入国管理って、ね、主権国家が持つ、まあ、国の権限じゃないですかだけども普遍的な人権 とといいうものをすすことはでできないですよねだけどもそれが今も当然として行われていると。これは本当にその社会が変わってしまうっていう発言と共通してるんですけども、うん、あの難民政策もしくは移民政策いろんなものっていうのはその時代その時代の,その国の事情の都合によって、はい、例えば日本から逆にあの外に出ていってほしいとか、うん、もしくは これは明治時代のブラジル難民もそうだったんですけれども一番最初は結局日本拡張主義として日本の人たちがまあ満州に出ていったりえからブラジルにも行ったりアメ,、ね、アメリカにも行ったりっていうのと、えー、その時の事情によって例えば今度は戦後になると今度はあのみんな引き上げてきて子どもんだんで日本がどんどんその人口が増えてきて日本人だけでもどうにかできるということで今度は逆に今度は 人が待ってるんで、ブラジル行ってくれって言うんですよね。この、まあ、もしくは、そういうふうな形でやってきて、そしてまた。朝鮮、いや、在日韓国朝鮮の問題っていうのもまたあってね。それは、二、千九百十年の日韓併合の時からもそうなんだけれども。都合によって、自分のところに、よ、あの、やってこさせて、強制労働させたりもしたでしょう。そう,ね、そういうふうなところから、今度は逆に言うと。 今度戦後になってしまうと邪魔だという形になって排除に向かうそういうふうな形でやっていてとにかくでも何かというと日本は日本でいたいという。 日本としてちゃんとしたいというところからまず入管政策も始まるしそれはそうなんですよ国家としての一つの体制として同一事同一性を保つためには日本人が日本単一でこの国にいた方が絶対分かりやすいしいいんだっていうふうに思ってる人たちがたくさんいるわけ、うん、でそういうふうな都合によってその時のいわゆる外国人の管理監視のために入管法っていうのが作られたとすると、うん、そうすると今の時代って もうすでにじゃあ今の時代の日本はどういう状況なのかによってその社会っていうのはその外国人に対する我々の社会の対応っていうのは変わってきているはずにもかかわらず昔と同じ日本でありたいっていうところから排除の論理が働いていくこれが原理的なことだと思いますね。それがこれこからあの 新さんがあの、はい、ご説明していただくその歴史にも深く関わってくるんじゃないかと思いますけれどもね。<laughs> そうですね。えっ、ー、とちょっと入管法を見てみたいと思います。入管法の一条です。えっ、ー、と入管法一条、入管法は本邦におけるすべての日本人と外国人の出入国の管理およびすべての外国人の在留の管理を図るとともに難民の認定手続きを整備することを目的としますというふうにあら書かれています。 ではこの入管法といったものは一体何なのかで入管残酷物語っていう形でえ今日は話を進めていきたいと思いますえまず1965年のこのコメントに、えーえー、法務省の参事官が、えー 質問に対して答えたやつですねで、外国人は煮てこうと焼いてこうと自由ということ発言をしましたこれはとても有名な外国人政策の根底にある発言として歴史的な形でよく使われるものですではここで言っている外国人って一体誰のことを指しているのかこの時に彼の頭の中にあった外国人っていうのは何なのか というのを見てますとことの始まりですね。えっと実は今私がここに座っているのは私は在日三世です。私の父と母ではなく祖父母がですね、えー、日本の植民地において朝鮮半島が日本と一緒になったことによって日本にこう要するに国内移動をしてきたわけですね。でそこで生活するようになりました。でその時に実は、えー、戦前の住民体制っていうのは 外国人の出入国を管理する法令ではなくですね天皇の勅令とそれから内務省令要するに通達ででできるんですねつまり民主的なプロセスをもってこれができたわけでは全くないんです。議会は全く経ってていいなそいそしてそれが特に 当時は警察が担ったわけですねナムシってもうとんでもない権限を持ってますからねで、そしてその警察は誰を外国人として見たのかって言ったら旧植民地出身者つまり朝鮮人ですで、この人たちを、えー、本来だったら広国市民でね、後族共和とかですね、内戦一体とか言ってたにもかかわらず実際には朝鮮戸籍と日本戸籍に分けそして朝鮮人は日本人ではないということによって 要するに収奪し差別する対象とししてそこに置きしかもそれを管理するためにできたのがこの、えー、入管体制なんですね。でちょっとこちらを見てください。これは戦後のこの,この資料ねとてもいいですから一度皆さんね東京弁護士会が作った資料なんですね。えー、ずっと1870年からの,その入管行政についていろんな何が起きたのかが出てるんですけれどもこの時に大村収容所に行った 人たち例えば410人中125人が在日であるという在日って日本にいて日本に暮らしていて日本語しか分からないだけどもその人たちがその要するに強制送還の対象になっていくわけですねで登録令法違反って横に書いてありますがこれは例えば私は今今もこうやって外国人登録証を持っていますこれ持ってないと罰則なんですね。で えー、日本人だったら罪にならないことでも在日、うん、だったら罪になっていくというですねで、えー、それによって当時は刑事罰もありましたでその登録で違反で捕まえて嫌なやつはもうとりあえず追い返したいという形だったんでしょうでその中で医療体制を改善してくれっていうとなんかまあ非常に高圧的になったりで、えー、600名の警察官が入れられて7名が撲殺されたり。 ほとんど多くの人たちがそこで自殺をしたり何、えーまあ、て言うんでしょう遺書を書いて戦う決意をしたり入院中の収容者が死亡したことでみんなで抗議をしたりとかですねこれは今に始まったことではなくもう前から ずっと続いて入管の体制の中に、それがありました。で 2>, 2年前のあの、うしまさんでずいぶん、随分あの騒ぎましたけれども、そうじゃないんだよね。もっと前から続いて、きて、えー、そして、うしまさんで、露呈したんだよね。そうです。で、うしまさんが、あの。こういう言い方は、うしまさんには申し訳ないとか、はい、女でいい人で、日本人の心に届く存在だったから。ね、マスメディアとしては。い 言ってみれば使いやすい材料としてキャンペーンにしたんだよね。だ,ねだからそれまでは肌の色が違うとか言葉がわからないとかっていったさまざまな形で共感を得ない人たち。 だったからこそ死んでも餓死しても何にしてもニュースにもならなかったわけですねでそこでこの特に入管の象徴となった大村収容所は一体何だったのかということを、えー、在日のとざまな市民運動にか変わってきてまあ在日とともに歩んできた田中博先生にちょっとこれも六分ぐらいでお話を伺っていますのでこの映像をご覧ください大村収容所の役割は何かってなかなかあの うん、一言では言えないなと思うんですが、やっぱりこれはあの、日本と、日本の植民支配が幕を閉じた後、在日朝鮮人との関係をどうするかということについての日本の政策の、まあ、集中的な政策が集中する場所とでも言いましょうかね。それで、うん、結局その、それまでは、 帝国臣民ということになってたわけですから、それをまずあの外国人にするというのをどこでどうするかということですね。これは1947年の5月2日、まあ、日にちまで言うのも何だろうと思われるかもしれませんが要するに旧憲法が生きている最後の日、翌日が。 憲法記念日で新しい憲法に時代が変わるわけですけども、その旧憲法の時に、えー、外国人登録令というのを作ってそれで、えー、この直令では外国人とみなすとまず基本的には日本人じゃないっていう楽印を押すということがまず始まるんです、ね、そのが外国人になると 日本人は日本にいる権利がありますけど、外国人権利がなくなりますので、えー、そこから追放するっていうことが政策的に可能になってくるとで。その場合に、外国人登録例っていうのは、あの、名前だけ見ると、なんか登録をする法律みたいに思われるかもしれません。実はこの外国人登録例は、登録と、それから在留を認めるかどうか、認めない人は日本から追放すると。 ということを定めた法律であの、かつての入管令と外国人登録法っていうのがあって、あの2つを1つにまとめた法令をまず作って、日本から追放するシステムを、うん、作るという、そうすると、それをどういう形で追放するかっていうことですけれども、まあ、1つはあの入国のところで外国人は日本に入れませんから、朝鮮からあの戻ってくるという。 というのは、玄界なだに突然国境ができるわけですね。それまでは国境はなかったはずなんです。でその外に追放するということをする場合に、海の中に落とさなきゃいけませんので、とりあえず収容所に入れちゃうと。それがまさに大村収容所ということですね。それから少し考えていくと、えー、実はまあ、吉田敷というのは、あの一番、 戦後の日本を作った、あの、重要な政治家で、まあ、この間、安倍さんの国葬が問題になりましたけれども、戦後総理大臣で終わった人で国葬になったのは吉田茂だけなんですね。その吉田茂が、調べると1949年の8月の終わりから9月の初めと言われてるんですが、 正式に日付が書かれてない文章、カー赤朝に送ってるんですね。で、どういうこと書いてあるかっていうと、もう朝鮮人は日本で、えー、何も役に立ってないと。それからアメリカからガリロワ・エロワで食料援助をもらって、えー、国民を養ってるけれども、それを朝鮮人にもあの与えてると。 そうするとこれ将来アメリカに返さなきゃいかんのに、朝鮮人がおもそのお金で養っているのはあの耐えられないと。従って、えー、本国に送還したいと。ぜひ、えー、マッカーサーの方で了解してくれという有名な手紙を出してんですね。えー、ところがマッカーサーはさすがに、あのー、 本人の意思に無関係に追放するというのはできないというので、まあ、それは実現しなかったんですけれども、ただ、あの、日本政府はまさにそういう政策を握ってたと。でそうこうしてるうちに、50年6月から53年7月まで約3年、いわゆる朝鮮戦争が起こると。その中で、えー、何が行われるかというと、 コア条約が結ばれて日本が主権を回復するとそうすると日本から追放する権限を正式に手に入れるとでそれからあの本格的ないわゆる入管体制で国外通報のシステムができるとただもうあの外国人といってもあの圧倒的な部分は朝鮮人ですから結局朝鮮人をどうするかとえっと、うん、そうですね あの,あの私ねよくあの朝鮮人として愛国心があって民族心があってとかって言われるんですけど愛国心ななななんかいいですよね <laughs> <laughs> どこにもわそれから朝鮮人という存在でいることが民族心があるというふうによく言われる時もちょっとねきょとんとしちゃうのね、うん、だって私を朝鮮人にしたのは日本政府ですから、うん、あのうちのじいちゃんばあちゃんたちを広告心目にしたのも日本の政府であるし、うん でその後、勝手にですね勝手に本,本来だったらここに住んで3代目まあ2代目でもいいですよ何十年も行ってそこにいる人たちをそれを今度は通達1本でこれ議会を経ないんですよ、うんね、でえ議会それでいっ一旦外国人にし、うん、でそ,のその後通達でみなし外国人から外国人にしていったんですね。だから 帝国日本がうちの両あの祖父母を日本人にし、広国親民にし、戦後の日本というのが私の母や私たちを朝鮮人にしてったわけですね。だからそこに私たちの意思は全くないわけですよ。だからあの何ていうのかな、朝鮮人を作ったんですよね。また新たに。う,でね、うん。うん、で日本それでね、私ねよくあの日本国憲法についてあの憲法9条守れってもちろんそうです。うん、だけど憲法9条ってさ。うん 2000万アジアのための命の代償として日本が手に入れたわけじゃないですか、うん、ですね,ね。それから日本で言ったら350万の人間たちの命の代償として手に入れたものじゃないですか。命への懺悔としてね。うん。でもねこれがその救助を守れっていうのはわかるけれどもあの憲法を 憲法の中にですね、差別が組み込まれていたっていうふうに考える人たちはとても少ないですよね。うんうん、で、一条から八条はもちろん天皇制です。で、これは身分差別ですよ。うん、だけども、それを抜かして、例えば、そのすべて全文から始まってですね。日本国憲法には必ず国民という言葉が出てくるんですね。うんうん、で、この国民って、マッカーサー草案の時はピープルだったんです、うん、そうです。ね、で、ピープルを必死に変えたんですね。 国民にし外国人を作り国民という枠を作りあらゆる人権から、うん、あらゆる要するに朝鮮人に食わせる飯はないのであらゆる人権から朝鮮人を外すために国民っていう言葉を使ったのねだから私はね政治家でね国民って言葉を使う人たちって絶対信用しないわけ。で反対に税法は全部そこにいる人々になってるんですよ。うん、つまり税金や義務は全部取るけけれどもだけどももだ 社会的なサポートは何もしないっていうことなんですね。だからこれはさすがにすごいなとか思ったんですよ。それでね、うん、日本国憲法は実は昭和三十九年に国民っていうものを外国人を含むというルシ適用したんですよ。うん、だから本来は国民がすべてあ憲法十四条第一項ですけども、うん、これは平等規定です。うん、国民はすべて平等だ法の下で平等であるという。うん、この時にまあ。 怒ればせながら戦後20年近く経ってこ、うん、の中には外国人も類推適適用用しようとつまり条文には書いてないけれども法令とか何とかではそういうふうにして考えるのが当然だよっていうふうに言って、うん、そしてより差別的ではない解釈を行っているはずにもかかわらず依然として国民と外国人を分けて差別的に 行政処分を適用しているわけ例えばさっき言ったその在留資格のカードにしてもそうだし、うん、それ、ね、レーシャルプロファイリングにもそうでもねあの私たちのいろんなあの状況が変わったのは、ねうん、でそれまでは本当にあらゆる意味でだもちろん年金にも入れなかったしそれからあの公団住宅なんかも申し込みもできなかったし。 私ね、こういった積み重なった差別がどうなったのかっていうのを、ね、明確に見せてくれたのは、1995年の阪神淡路大震災ですはいはい、はい、あの時にね、朝鮮人の集中地域、うん、ね、あそこが壊滅的にやられましたよね。うん、で、死者数は死者数死亡率ね、うん、あのは日本人の2倍でした。うん、で、これ何なのかって言ったら、戦後の 復興におけるね朝鮮人差別が貧しい朝鮮人たちのその地域を作りそして脆弱な人たちがその何世代にもわたって貧困がありそこが同じようにがが来たら結局そこが最も激しくく壊れていくわけですね,ですねだから阪神・淡路大震災っていうのは自然災害として語る人たちはいっぱいいるけれども少なくとも差別が人を殺したというふうに考えていかないと。 防災にも何にもならないですよね。で、あの、すみませんなんかバーンってあれですね。あの阪神大震災、いや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 阪神大震災ってあの女性が千人多く亡くなってるんですよね。で、それもやっぱりあの高齢女性がえっと年金が低くて住める家賃の場所がやっぱりあの耐震性の低いとこだったっていうのと、だから揺れは一緒でも どの属性かによって死亡率が全然違うというのはそうその男性か女性かそしてどの国籍であるか日本国籍であるかないかということが徹底的に災害が起こった時の,その違いになって現れてくる普段の格差が災害によってさらにあの大きな格差になって見えるでもその見えてることが、えっとなんかま、マジョリティには見えない。 というところまで、ね、なんか私は今全く一緒でびっくりしたっていう。うん、で、あの、女性がね、男女平等賃金だったら。多分、違う生活になってたでしょうね、うん。そうですね。女性の給料ではコンクリートの家は建たないっていうのを、正、うん、井玲子さんはその時そ。どんなに頑張って,、ね、ってたと、うん、うん。あの、全くごめんなさい。すごく話、あの、それてしまって、本当に申し訳ないんですけど。 性売買の被害者の女の人たちがと一緒にこうい。ご飯を食べた時があって、この社会に望むものは何って聞いたのね。うん、で、そこにいた十何人とご飯を食べたんですよ。うん、で、そのうちね。3人ぐらいがパッと声を上げたのね。うん、それをね。男女平等賃金って言ったの？貧困から逃れるために、いろんな形で生産業にかからざるを得なくてで、そしてもしあの時自分が外に出て働いて男並みの金がもらえてたならば。うん 被害にも合う,合う,こうとても低かっただろうというねだから自分がして生きてくだい自分で塞いだもので自分で生きていけるものがあればそれはそのなんていうかな、うん、また違った人生があったということなんだと思うんですね。でちょっとごめんなさい話あんまりそうしちゃって申し訳ないんですがえ旧植民地差別在日差別っていうのはあのいわゆるまあ人種差別になるわけですね。 でだからこそ G.H.Q. はアメリカは許しませんでした。でそれに対して日本側はいや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 、私たちは外国人を区別してるんですよっていう形でずっと進めてきたわけですよね。それで日本が主権を回復した日とサンフランシスコ講和条約の日ですよね。でこの日はね、私にとっては忌みになった日なんですね。すべての生きるものがそのなんていうのかな、あ要するに過去あったかつてあった。例えば 男性で言うならば参政権はありましたよね植民地の男たちにはでもその植民地の男たちに参政権はあってそれが奪われて日本の女性の参政権が復活していくんですわけねだからいろんな意味でここからこうある種のその私たちはまた新たに 秘民の形になってったわけですねでちなみにどうしてこんなにね朝鮮人たちを追い出したかったのかっていったら1944年戦争のもう本当に末期になってくると兵隊で日本の兵士がいませんから国内の労働をね、えー、こうなんとかするためにですね約当時200万いたんですね朝鮮から引っ張ってくるわけですね。でその後年にに日本が、えー、要するに、えー、敗戦し いた後朝鮮が解放しますからそうするとまあ帰るわけですね戻るわけです。でえー、ところが戻,り戻ることのできないもうすでに植民地1910年ですよその前の保護国から言ったらうちの祖父母なんか1900多分私の記憶では5年ぐらいからい,いますからね,ねだから1905年から住んでる人たちがですよ <laughs> ねそんなねあの四十五年になってねまあ五十年経って五ね五十年近く経って、ね、どっかに行けって言ったってね日本語しかわからなくて行けるわけないんですねで結局六十万という数字が残っていくわけですでそうすると当時の、えー、まあ千九百五十九年の国籍別年齢別在留外国人を見てみると中国とか朝鮮とか見てみ見ますとですね五十九年の段階でも朝鮮人が九十パーセントなんです、うん、で七十五年でも八十六パーセントなんですね。 とということはこはののの日本の社会の実態それから当時の外国人の認識っていうのは外国人まあ大体韓国朝鮮人のことだろうとでもこの頃はあは韓国と国交が回復されてませんでしたからあのいわゆる朝鮮人というね、えー、そのエリアから来た人たちを指していたわけですね。で吉田首相の,あのマッカーサーへの手紙ってねすごい、ね、日付書いてないんですよ。う これは、ね、公文書としして残したくなないからなのねで本当に何もかもやることお前濃すいんじゃないかとか思うんですが、えー、その時に、えー、と出したあの手紙が、まあ、もう一度お,はらおさらいしますと、まあ、朝鮮人にやる米はないとそれから多くの朝鮮人は共産主義者だとだから強制送還させろというお願いを出しているわけですね。でえー、結果として強制のお一つとししてて強制の一つ 作られたのがこちらの写真です。これね、アウシュビッツじゃありません。これは大村収容所です。そしてこれが大村収容所のまあ玄関ですね。でここのところにね、部屋の壁にオントリって書かれてるんですね。と左上の方ですね。オントリオンオントリって書いこれね、ペテンって意味ですね。ペテンって意味か。そうです。<ー>でね、すべてが正しくないとか、<ー>えー、それからまあ,あというね、あの なんて言うんでしょう。そういう意味なんですね。そうです。偽文偽文だって。そうとんでもない。そうそう。インチキだってことね。そうインチキそうそうインチキって書いたんですね。でこれなぜインチキっていうのかっていうと、うん、インチキにはいろんな意味があるんだけども、この当時あのすでにですね、日本に定住していてその定住許可があった人たちでも共産主義者だったりとか何とかって日本から追い出したい人たち、うん、こう,いう人たちをですね、バンバンその国際的な 保護も関係なく全部入れたりとかですね、うん、でそれからもともと日本で生まれて日本で育って植民地の時に、うん、でたまたま韓国に行ってで韓国からこっちに戻ってきた人が国境が出てきたことによって密航になって、はい、で捕まった人がまたあの送り返されるとかですねだからこの収容所の中は基本的にあらゆるところの,あの外国人で朝鮮人だけ集めて入れたのね、うん、だからまさにアウシュビッツと一緒で,でしかも違うのは言語言語というかまあ 日本語しかわからない朝鮮人も入ってんでもそれと韓国から韓国前で韓国から来た人たちも全部こう、うん、要するに朝鮮人一択ですよね送り返すための施設として出来上がった。でその中でこういう形ですよね600名の警官が 7, 7名を撲殺したりね一を変えて戦う決意をしたりそれから。 治療がきちんとされないで、うん、その時の態度がやっぱりすごいそうだったんですねでしかもそれだけじゃなくて何を言ってもでいつまで収監されるのかとかすべてのものが裁判も手続きも何もないわけです、うん、全部棚心一つなのねインチキだったわけですねそうインチキすべてがインチキなんてオントリって多分ねまさにそのペテンインチキでだけど私ねさすがだなと思うのは、うん 基準がなくてて管理されるってすごい怖い怖のね、うん、例えば私がそのあの日本国籍取得をしようと思ったことがあるんですよ、うん、でその時にルールがないわけ、うん、つまりどうううそ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 う例えば3代目だから何とかねはい、はい、で当時ですよ、うん、だから今も明確なルールはないんです。 で明確なルールがないから何をしたらいいのかっていうのが的なんだ全部そそうそう,そうだから全てがそ法務省の棚心ですねだから私の時に言われてたのは私ね今でも思い出しますよあのなんかね行った瞬間にカタ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 ってなんかねこう、うん、レシートを出してきたのね、うん、そしたら「あああなたはあと3年あの申請ができません」って言ったの、うん「どうしてですか?」って聞いたのでそしたら「<laughs> 2年前に駐車批判1回やってます」っていうのね。 Oh、そうでしょで注射違反あつまりその時私は会社をやってたから,そしたら会社が法人として5年間純利益を上げ,あた上げてることそれから税金をちゃんと納めていること一家単位であること、ね、で一家単位って難しいじゃないですか、うん、じいちゃんばあちゃんみんな食えなくて一緒にいるわけで。うん でそういういいいの全部やらななきゃいけないことそれから将来にわたって日本にその日本の税金を使わないような財力があることだから家,家があることとかですねでその上にですねパッと出してきてねこの,その東洋漢字の中からの名前を選んでくださいって日本名をで「しん」も「す」も「玉」もあったから、うん、じゃあこの「しんす」語でどうですかって言ったらダメって言われたのね。うん、でそれは日本人らしい名前じゃないって言ったんですよ。 だから私がじゃあね友達のね例えばああのアベマリアとかですね、うん、なんとかジョージとか,ララとか、ね、そうそうそうどうジョージとかどうするんですかって言ったの、うん、でそしたらねでいやそあのねえそれでもあなたの名前はそないあのその日本人らしくないって言ったからで真須子っていう読み方がないって言われたんですねだ、うん、わオッケーオッケー分かったじゃあねカラシヨシタマじゃどうかって言ったわけよ <laughs> <laughs> そしたら <laughs> そしたらね目の前にあった書類ダダダダダダダと全部、うん まとめてそれであなたはよき日本人になろうとする意思が見られないって言っただからだから申請書類を受け取ってもらえないまあ受け取るじゃないもらえなかったのねでその時うちの弁護士はこれから日本で商売してね生きていくんだから日本国籍取れとか強く押しててでまあしょうがないかなとか思ったのだってリースとか聞きませんでしたからね外国人は。日本人人人のの家持ちの保証と人人とかっていうと だからねでその時思いましたよねこの基準で日日本本人人人は何人日本人になれるんだろうと思ったのね、うん、でもその中で例えば「下の夏」とかあるじゃないですか14歳の時から行くわけですよね。うん、で全部こうやって押すんですよこうやって。でこうやって押してたらね来てですねピッて上から押されるのねこうやって押すんだってくるってね。で横に置いてあるのがわらばんしなのね。も なんかこんなこうちっちゃく切っててで印刷し終わったわらばんしなんですよ、うん、でねそれこうやって拭くとね印刷がつくのねそうそうそうでねで見るとね椅子もなくて当時は品川の入管ですよでおばあちゃんたちも椅子がなくて暑い中寒い中それで妊婦も全部立たされたままですよで外国人ってこういう扱いをされるんだなと思ったんだけどその後ね日本の人たちとのね一緒の戦いがあってあの下の夏が一時廃止されるんですね でその後、ね、私、ね、あの役所に行った時にね指紋をした後にね驚いた初めて役所に人間的な対応されてそれでそのネピアのティッシュを拭きながらです、ね、こういうふにしながらです、ね、泣いたよねそこで。 でね、この世代の私でさえそんな感じなんですよだからどこで何が見られてるか今でもこういうふうにしてね外国人登録証を持ち歩くわけですいつでもどこでも番組の最中でも、うん、でこれがなかったら捕まって大村に送られるわけですよね昔はね、うん、で私自分の話で申し訳ないんだけどうちの弟が生まれた時にねあの手続きが遅れたんですよそしたらうちの母親がね代々木警察に連れてかれたのねああ そう要するに外国人登録を手続き生まれましたってやるのが遅れただけで,よでそれでねその時の警察がね私に向かってですね、うん、バナナくれて「ですね玉いって聞いたの韓国語なんですよ全然知らないから、うん、かあ何言ってんだろうと思って「<laughs> ミュッサリミュッサリ」って警察が聞くのね分、うん、かんなくてうちの母親は「その子は朝鮮語分かりません」って言ったの、うん、そしたらうちの母親も全く分かんないんですよ そしたらその警察が私にねニコニコ笑ってね,ね「お母さん韓国語上手だよね」って言うので私がなんかうちの母がバカにされてるような気がしたので「お母さんは韓国語が上手だ」って言ったので、ね、それからすごかったですよ。何なの<っ> <laughs> すごかったね。で生きて夜中に出たのが不思議なぐらいだった。で私はその自分が迷子になって 日本人の子供だった時の優しい警察官と自分が朝鮮人として単にそんな登録を忘れただけでしょっぴかれていって目の前で母親がひどいことをされているこの自分が朝鮮人だった時のね警察の態度の違いっていうのはやっぱりね子供4つぐらいだったかなはっきりと覚えてますよ、うん。でそこを世の中出た時に私は泣いたのね母が生きててくれて。 だけど母は私を殴りましたよ <laughs> 私に娘のために殺されると思ったんだろうな <laughs> つまりねこれがあの私の時代のリアルなんですよ、うん。でねそういう形で私たちは何をしたらいいのか分からないからもう本当にね清く正しく美しくね,ね月光しないでね叫ばないでね理路整然とねにっこり笑ってありがとうございましたってやらないと生きてこれなかったこういう社会ですよね。 ああそういうい意味なて知らなかった、うん、でも警察官はねよ本当にねかんあのあだからでね在日の社会ではね外ではどんなに、ね、人権を言ってもいいけど実際に自分が外国人としてねあの関係の中にいられたら土下座してでもね相手の靴をなめてでもね生きて帰ってこいって言われてたのねあそれはこういうことかっていうふうに思ったんですよ。 全く同じことがさ、うん、ブラック・ライブズ・マターでもあってさ、うん、ニューヨークでもさ、うん、あの僕の友達といいますか、まあ、黒人と結婚をなさってる日本人の方がやっぱり混血で混血といいますか、うんまあ、ミックスの子供が生まれるわけです、はい、ダブルでね,ダブルでねそうするとねこう警察に対しては絶対に歯向かっちゃいけないそう。殺されるから,そ<う>からどんな理不尽があってもしてニコニコして。 そこを生き延びることが大事なんだっていうわけ、うん、これはね今でも続いて今でも続いている,いてるどこでも続いている、うん、今朝鮮人はある意味で言うと社会的になんとかねま六、あ、世代まで来てますからねだから食べていき日本語も堪能になり勉強した人も出てきてこうやって語ることができるけれども、うん、日本語が不自由な人たちはね 私たちの子供の時と同じことをまた同じことをやられ同じ,、ね、同じように震えそして飯もなくてでそしてあの仮放免の人って飯働けないんですよ。で私それであの健康保険もないから100%じゃないですかそうそう私ね自分の小さい時にねこうやってなんか顔にいろいろ花が咲いてる子がいたのねで不思議だったのでな花っていうかなんかこうあの、うん、跡がねで何かなと思ったらね。 放送の治療が受けられなかった子です<ー>私たちの時って私が小さい時は健康保険がなかったから、はい、だから本当に病院に行くと思ったら本当,に本当に重症にならないと病院なんか行けないじゃないですかだからその手当が遅れた子たちがたくさんいたのね。で東京都の水戸さんが朝鮮人も健康保険入れてくれた時にね、うん、うちの母親がね それから何十年もお前の命は見延さんが助けてくれたっていうのでそれくらいあの金がないっていうのはとても大変なことで、うん、でそれが今のあの入管の、ね、仮放免になった人たちは働くこともできないし、うん、でそれからその医療も受けることができなくて、うん、日本人に恩恵の中で生きていけないって生きていけるわけじゃないじゃないですか。でちょっと何かあったらすぐ犯罪者ですよ。ね そ,れ今もそうなんですの朝鮮人がそういうふうに扱われてきたものがそのまままあ起きてるということなんですね。それで難民申請者の数を見てみると本当に申請者数が多くてあのベトナム難民が来た時でさえ500って数字何ですかっていうものですよね。申請が500で受け付けたのが大した数字じゃないんですね。全部見てみるといや驚くべくして絶対に入れないですよね。 でね、この入管体制っていうのは一体どういうことだったのかっていうふうにかんあの、まあ、整理をするとですね、うん、旧植民地出身者を犯罪者予備軍として一貫した反政府勢力反日左翼勢力と見なし日常的に監視し弾圧しさらに国外追放を簡単にするため可能にする治安,あの治安体制として制度,制度化されたものですね。うん、でそしてももう一つは日本人の優越感をもたらす装置で,すよで これあの難民問題についてずっとあの国会でね頑張ってきて発言してもらってたあのお辻さんどう思いますやいや,いや本当に今の話を聞いててその、まあ、あの入管法廷以前も国会,から国会に提出されてその時はまあ市民運動でなんとか止まった、うん、それがまた出てくるわけですけどその時もやっぱり。うん あの私なんかその選挙区が生野区がありましたから生野区っていうのはあの日本で一番在日コリアンの方が集中されてる 2>,、はい、まあ2割強昔は3割だったんだんだんあれだ、うん、なんかそのオールドカマーの皆さんの状況がやっぱりこの状況でその後いわゆるニューカマーと呼ばれる方々の状況が良くなるわけはないっていうなんか、まあ、やっぱここは本当に今おっしゃってたようにものすごくこう連綿とずっとつながっていってるんだな というのを、まあ今ののを今し話でもすごく分かりましたで私もその質問で大阪入管がひどいっていう話をしてましてで大阪入管にも行ってで中の人とも話を聞いていや今小玉先生はあのだいぶねあの仮放免ができてきたっていうことなんですがなんかこう部屋になんかベッド2段ベッドが置かれていてでそれがえっと4つぐらい。 あるようなな部屋なんですよねですごいのは出れないんですよねそこから一切<う>私たちの面談もアクリル板だしそ,でではんその時はあのまだ仮放免がなかなかできなかったのでだもう半年以上半分以上の人が半年以上ずっとそこに閉じ込められているっていう何かもういや本当にこんなことあるのかと。で 正直そのやっぱ入管の問題ってその、そそののなんていうかな、あの有権者じゃないから、どうしても後回し、後回しになって、問題にならなかったけれど、まあ、本当になんすごくて、食事にムカデが入ってたんですよそうですすよそうあの髪の毛とかが入ってる、まあそれぐらいまだちょっとね、あのなんていうか、あの衛生管理かなと思うなぜ。 に人間が食べる食事にムカデが入った食事が出てくるのかっていう、これも確認したら、本当だって言,言ったし、でそのなんてうかな、過剰抑制っていう言い方をするんですけど、まあ、とにかくすごいトレスたまって、次どうなるかわからない、その時きに、まあ、ちょっとやっぱりいろんなことで、こうなんていうかこう、いさかいになった時に、そに、8人ぐらいで抑えて、後ろ手でこう、なんて制圧して、骨折させてるんですよね。 で1件じゃないんですよ大阪でもそれがね2件もあってのこなんかもう想像を絶するあの何ていうかこうやっぱ入管の問題って本当にあの私自身も感じてとにかく改善するべきだっていうことを言ってたんですがまず一つはやっぱりそのさっきおっしゃった難民申請があまりに少なすぎるっていう問題ここをちゃんとやっぱりあの難民申請を受け入れて やっていく体制と、あと、その日本には入管行政しかないんです。つまり、えっと。多文化共生の、私たちね、うん、多文化共生庁を作りましょうという法案を出したんですよ。だ、入管には、そういう、その、なんとかな、門の開け閉めのところ。しかなくて、うん、一緒にどうやって暮らしていくかっていう政策は全く何もない。で、これを日本のは機能がどこにもないんですよね。うん ここをやっぱりちゃんと多文化、強制政策としてしていかなきゃいけないということをまあやったりとか。まあ,あと、その国民年金の話とかも、ね、民間の,の権限を分散するってことは考えられないんでしょうか、ね？で、はい。全てが集中してますよね。k を決めるのも出すのもどうするのもこいつが悪いものか、悪いものじゃないかって決めるのも全てがそこの中にその一括されているものっていうのを。 だ弁護士がつけられるとか様々な形で変えるってことは不可能でしょうかね。だからあのまあ、えー、難民調査官が、うんうん、結局あなたは難民です難民じゃありませんっていうことを調べる、うん、その人たちが結局ま言ってみれば難民行政の中の一つに入、うん、もうすでに入っちゃっていてそのシステム その考えだから彼らは彼らの論理だけで凝り固まってしまってその中で例えば紳士さんがやられたみたいに、まあ、あえて言えば子役人というというふうに言うけれども言ってみれば自分が権力の塊になることの優越感を持って、うん、あなたはいい日本国民になる気はないんですねってその人が判断する <laughs> そういうふうなつまり。 突然自分は日本国になって神様みたいな気もして一人の人間の運命を左右できるそれこそ指先で処理をピュッとやればそれで終わりなんだっていうことをねそ,うそ,うそのなんちゅうの全能感に酔いしれている難民行政の中にあの組み込まれてる人たちが客観的なその判断基準を持っているとは思えない。 だからやっぱりそれは分割するなりもしくは第三者委員会を作るなり、うん、第三者の手が目が見えるようなことをしなくちゃいけないでしょうねつまりね、うんうん、難民行政もそうなんだけども結局入管行政というのは何かとといいう犯犯罪罪者者ではないのに犯罪者を作り出してしてまっているんですよね、うん、つまり、えー、おついさんがおっしゃったように強制文化っていうものを考えていつまり社会っていうのはもうすでに変わってきていて。うん 例えば昨日一と日の発表では182万人のいわゆる外国人労働者が日本で働いていてその人たちが家族を持っていてそうすると家族っていう概念自体もひょっとしたら日本とは違うかもしれないでも日本は旧滞在の日本的な日本人だけの家族でそしてまた日本人だけの社会というものをずっと守ってこようとしたしこれから守っていくんだというふうに思っている人たちが怠慢に 全ての社会的な変革であるとか適応といいうものを阻害しているんだと、うん、そういうところで結局現実に合わない入管法をさらに旧体制のものとして強化しようとしてきたらこれはすでにその難民もしくは移民の人たちをどうにかしてこの社会の中で取り入れていこうっていうんではなくて排除するためにその法律を盾にして犯罪者を作り出している。 ウィシュマさん犯罪者でも何でもないじゃないですかそしてまたあの例えば、うん、不あの滞在許可証が切れていたとしても、うん、例えばアメリカではもうすでにそういう人たちのことをアンドキュメント、はい、不法滞在者ではなくて書類の揃ってない移民そ<う>書類のない移民の人たち、うん、というふうに言っているそれから例えばエイリアンっていうふうに言った先ほどはその。うん 在留なんだっカードだっけカードそうですねかつてはここに「エイリアン」と書いてあった。うん、で成田に行くと今でも「エイリアン」って書いてあるのかもしれないね。ねでもまあアメリカはね「エイリアン」じゃなくて「ノンシティドン」にしよう、はい、あの実はこの「エイリアン」というのは例の映画でさ「エイリアン」がものすごくこう語感が悪くなっちゃってそう、ねまあ、法律用語ではあったんですけれども、うん、でもそういうなんかいわゆる意味がコノテーション表、えっと、示するものが 悪いので、ノンシチューンという風に変えようという風に、まあ、そこに住んでいる人じゃないものとかってね、うん、いう意味で変えよう,うです。で、そういう風うなところで、つまり移民がいなくちゃもうとにかく社会っていうのは成り立たない。外国人とこれだけグローバルに繋がって外国と繋がってる時に。うん その交通手段もたくさん出てきたしそういう時にじゃあそれに適してなおかつ秩序を保つためには犯罪者を生み出すんじゃなくて犯罪者を生み出さない包摂的な社会っていうのが一番秩序的な社会にも成り立つんだとでもあるんだということを社会の規範基本と政策の基本としなくちゃいけないんですよね。うん、でもそれれがが全く拒否されているっているうのが今の今 あのね、先ほどあったこう優越感をもたらすっていうこの装置ですね。そ,<う>その優越感の後ろには、おついさん何があると思いますか。なぜ彼らはそれを必要とするんでしょうか。優、私ねなんか優越感、うーんなんなんかこうとにかく排除の論理がすごいある。うん、つまり日本に住んでいいのは。うん いわゆる日本国籍のある人一外住んじゃダメだっていうルールが、うん、私はものすごくこの社会にはあるなと思っていてな、うん、その排他性っていうのが例えばなんかこうの後ろになんかなんだっけ同一民族であるみたいなあのなんという妄想があそのというそ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 あそう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 ていうそうそううそうそうそう されていってるんだろうなっていう風に思うんですよね。で逆に言うと、ね、だからそれがプライドになってるっていうことなんですかね。そうでしょうね。あともう一つね、うん、やっぱりねそういう排除の人、はい、人たちってねやっぱりね自分がね隠せきはなんですよ。あ終わった。隠せきは。隠せきはってなんだっけ日本語で言うとあのセキュリティがないんですよ自分につまり安心できないなんか不安、うん、不安症候群。自分に自信がない。そうするとねやっぱり。 人のことを足ざまにいったり、うん、人のことを排除して自分をかあのかか確保したり、うん、安心を確保したりする、うん、そういうのを隕石油というんだけれどもそういう人たちに限ってるるんです、うん、エバるしそうね弱いやつほどえばるしね暴力するしねそう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 ん、隕石油なんですよそれも結局、うん、だから本当に自信があって本当にに何ちゅうの力のある人はまあどうまあ いいらっしゃいというふうな形でアクセプティングするんだけれども、うん、その自信がないもんだからその借りてきた何だっけ虎の家を借りるように自分が虎になっているつもりでを装うんですよね、うん、私はねあのまあ,、うん、あ自分がこう3代ここの国の社会の中で生きてきて感じるのは。うんうん 日本のこういった暴力性っていうのはね弱くなったらやられると思ってるんじゃないかやり返されると思ってるんじゃないかなと思うのねでつまりそれは3.1のね朝鮮の独立運動をで万歳運動とかって万歳万歳っていうふう形でね運動というよりかもはるかに民衆のただのデモでしたよ。ででそそれを徹底的に殺しして鎮圧したたの人たちはあ 朝鮮人が強くなった俺たちはやられるというふうに思ったんだろうと思うので,う、はい、でその反動としてえっ、ー、と関東大震災の時に朝鮮人を殺すというね,うね、うん、徹底的に官民を合わせてねつまりひどいことをしたから後に引けなくなってったっていう状況は一つあるんだろうと思うんです,です、ねうん、だから今の入管行政がひどければひどいほど蓋を開けたらとんでもないことが出てくるから絶対に自分たちはこの蓋は開けないと、うん 確固たる思いがあるんじゃないかなっていうのが私の漠然とした思いです。で,で同時にね、うん、明治の、ね、上位運動とか見てるとね、うん、あ,あやっぱり外国から何か入ってくるってことに対してものすごく不安があったり怯えがあるんだろうと思う,うのね、うん、つまりこの小さな島国ってよく言うじゃないですか、うん、あのなんか小説の、ね、頭でもこの地小さくないって日本ってもヨーロッパの中に地図持ってったらどんなにでかいんだって話ですよね。 でね、もともと小さくないこの国がですね、勝手に自分たちは小さいと思い込んで。大陸のね、無礼者たちにね、自分たちがやられるんじゃないかっていう、この恐怖ですよね。隕石はですよ。そうで、まさに劣等感ですよ。で、この不安と劣等感を解消しない限り、この国はずっとこういうね。 暴力的な装置を離さないと思うのね。あのね、うん、僕は1988年のソウルオリンピックに行った時に、はい、日本の記者団たちはみんなあの頃、うん、日本ちゃちゃさっていうのをっこ悪いからやめようって話をしてたんです。何かというと、うん、日本日本日本勝った日本勝ったっていうふうにやる寒いと。うんうん あの頃バブルですよ、うん、日本は世界一だ世界二だというふうに言われて本当にちやほやされてた時で、うん、ものすごく自信があったその時に日本かっこいいっていうのは嫌だよねだから日本選手だけじゃなくて他のいろんなところの選手たちのことも報道しなくちゃねって、うんうん、僕らそれでオリンピック報道してた、うん、ところがバブルがはじけて、うん、ほんで90年代になってからやっぱりまた日本茶々茶々が増えてくるわけですよ。そそうねそして 日本以外のところを足様に言い日本はなんてすごい国だっていうことを言う本がものすごく書店に増えてきてそれはやっぱり何かというと。 不安なんですよ自信を失ったからこそ日本はすごいって言い続けたい全くそれと同じことがでそののナナショナリズムを利用すするのが政治家ですよね,ですね私あの天宮かりんさんってね非常に今、うん、えと反貧困で頑張ってる彼女と話した時にもともとほら右翼の右翼少女だったじゃないですかって、うんで,で右翼になったのって聞いたことがあってその時にね何もなくて東京に来たらもう仕事も で、まあ、学歴も含めてね、うん、いろんなもので自分にはもう何もなくてその時に愛国を国だけが自分をね、はい、保証してくれるものだっただから愛だったそうそう愛国というねでも彼女は日本人だったからねそう,そうそうそうだからそこにやっぱりすがったっていうねあそうかっていうのつまり全て亡くなった時に最後に残っているのが愛国心とかねそれから何か言うといつも「なんだ朝鮮人」とかってよく言われるんだけどつまり、うん「 あのその言葉を言えば日本人であるということにの勝つことができないからそ,うそ,うそれをやっっぱり使ってくるのねそれだからこの間芥川賞で起こったけどもここでも紹介した「ジャクソン一人」という小説の中でブラックとのミックスの。うんうん 諸人口が出てきたきにやっぱり日本人っていうのと外な日本そういう後ろ盾がない時の結局身の立ち回りの仕方例えば朝鮮人韓国人って言われてる人だったら在日だって言われてる人その時愛国にすがることもできないわけできないよね本当にでも簡単に愛国にすがれるから簡単に日人を失っても大丈夫なんだよねそう大丈夫ねちなみにねあのいろんな形ではいどうぞはい 私なんかはそだからやっぱレズビアンなのでその、うん、いわゆる、まあ、安倍政権からあのいわゆる道徳教育かあの評価に教育なんかに入っていって、うん、もちろんそのあ愛,愛国心含めて、えー、ふるさと愛するとかそういうことが評価対象になっていくんですけど今やでも首相秘書官が隣にいるのも嫌だとかね隣に住まれるのも嫌とか言われて国を愛せと言われてもなんか <laughs> 正直。 国は私を愛してくれてるんですかってずっとっ思うんです,、ね、君ですよだから、ね、なんかすごいそこはなんというかこうす,すがるそうか世の中にはす,す,がすがるのが最後国籍になる人もいるけれどなんかこう自分にとってはやっぱり。 すごくその愛国心っていうならそこをどうにかしてよっていうのがう、ね、あの地域とかもそうですけど地域でカミングアウトして生きていけるのっていうそこがやっぱりないと、うん、その私たちはもういつ排除されるかっていうやっぱり恐怖の中で二重生活を送ってるい、ね。 っていうそこはな,なんというかもちろん国籍とそのセクシャリティは違うんだけれどもどこかその共通する部分もあるのかなと思ったりしますで、あとごめんなさいちょっとあ,のあれなんですがその入管の問題も本当そうなんですが、はい、やっぱり特定技能と技能実習の話もやっぱり日本の、ね、本当に技能実習ってその職業選択の自由がないっていう、うん、そうです。 で今日経新聞ですら技能実習もうやめろって言ってて言るんですよね国際人権から見てもこんなありえないっていってででほら妊娠した技能実習生の子が出産して死産になったらそれが死体遺棄になったね、はい、リンさんねあれは産んだらやっぱりもう仕事ができなくてもう国に返されて借金だけ残ってしまうっていうその もう構造の中でそういうことが起こっているわけで,なんかでもちろん家族帯同はダメなんですよねだからこ,こういうものすごくその排他的な日本のもう人権を人を何て言うかなあの労働力じゃないので人なんだ生きてるんでそこが何というか全てにおいてなんか欠落してんじゃないかっていうのをなんか今日の話でもすごく思いましたね。これ人なんだっていう その前提がどうもないまま日本の制度って作られてるっていう。あの中小企業とかね外国人の地抜一修正を扱っている人たちね,、えー、ねお会いするとね普通のいいおじ,おじさんたちなんですよ。うんうん、でね彼らに共通してるのは外国人だから差別されても当たり前って考え方です。発想ですよねだからあいろんな意味であの 例えば、ね、心の中でちょっとこうなんかこうなかなか相入れなかったとしても制度としてきっちりと平等を,を獲得していかない限りですね僕ね技能実習生の前に、うん、その技能実習生たちを取り扱う人たちに取りやすさための技能実習の制度が必要だと思いますよ。つまり講習,さ講習しないとときちんと あなた方実習生を扱うだけのための実習を行わなくちゃダメですよという,うなことですよ。ということね,人間,教育とね人間教育だよね。そうですね。労働法違反がね。うん、あとまあ労働法違反がすごく多いのでそこも、ねうん、当たり前の労働条件。 結局彼らは外国人だからそんなものは日本の法律だから関係ないと思ってるんだろうねきっとね、はいうんそう。つまりそれは守られるべきは国民なんです。で非国民の場合はそれはもう数であってそこに感情があったり家族があったり愛があったりとかすることも考えないんでしょうね。さてすまませんちょっと今日は押しました、えーでではえーと エンタメに行きたいと思いますも。もういいんですか。いいんですか。もうだかとりあえずここでもうちょっとこれ以上行くとなんか私もだん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 パンクしそうですから。いやでもとにかく問題点は明らかになった。うんはい、次にこれさっきおっしゃった多文化共生のための政策が必要だ。はい、そしてまた移民法というのは犯罪を作るためではなくて犯罪者を作るためじゃなくていかに包摂的な社会を作るための入管管理で。うん こうではなくてはいけないか、はい、っていうことですよねそうですね,ね、うん、だからあの私はね帝国の歴史というのをきっちり清算しない限り同じような形のマインドは続くと思うんです根っこはみんな同じ、うん、よくねあの私なんかがね朝鮮人はいつも同じことを言うとかねいつまでもね謝れ謝れとか言うとかって言うんですけどちょっと勘にしてくれよと思うんですね <laughs> あの謝れって言ってんじゃなくて二度と同じことをするなってことですよ謝罪というのは二度と同じことをしないということが、うん、保険になって初めて謝罪が見 認められるので口だけでねすいませんでしたごめんなさいなんて言ってねそれが認められるっていうのは世界どこ行ってもなくて謝罪は必ず二度とやらないということの担保とそれがなければ謝罪にはならないということです日本はその担保を一度として社会としてもそれからマインドとしてもやっぱりそれをおー作ってきてなかった うん、担保としてこなかったからいつまでたっても言われるということですね言われるだけじゃなくて日本の社会自体もこうやって壊していくというねすいませんじゃあエンタメに行きます <laughs> エンタメに行きますすいませんお辻<つ>さんいい あすませんあの私実は1995年にあの韓国に、うん、あのソウル大学の語学研究所にヶ、えっと、月間語学留学留してたんです<ー>それで二十歳の頃だったんですけれど、はい、でその時にやっぱり、うん、私全然「アンニョハセオとカムサムニだ」という「こんにちは」と「ありがとう」以外知らない状態で行って <laughs> そうすると、うん、おじいちゃんおばあちゃんの世代の人があんた日本人なのかっていうと日本語をしゃべって。 私に話しかけてくれるんですよね、うん、だその時のそのリアル感っていうのつまりなんか私はただ歴史の教科書の中でえ日本帝国というのがあって、うん、まあ日本帝国36年続いているっていうことは、うん、で植民地支配したっていうのは頭では分かっていてもそこで初めてその現実を知る。で、うん、これって自分たちのおじいちゃんとおばあちゃんの時なんだっていうその歴史の連続性に 向き合うんですよ、うん、であなんかうどんっていう言葉が残っているとかあの、ね、やっぱりちょっとほら言葉は植民地支配の中で言葉が残ったっていうのとかも、うん、やっぱり見たりとかでその時にやっぱり韓国の人たちがあの伊藤博文をあの暗殺した安住郡安住根が。 英雄であるとということやっぱりそこでで知るわけですよねそうした時にあの最初に審査が言ってた <laughs> 伊藤博文をお札にしてたこの日本っていうのは隣の国がどう思うかということを全く考えなかったんだっていう <laughs> この何というかそのね留学したことで初めてやっぱり気づくことってすっごくたくさんあ,、うん、あったんです、うん、なんかそれを今すごく思って。うん ちななみにねり,取りめもない話でいやいやとんでもないあのねひだ子さんと昔ねお話しした時にねひ <laughs> さんが「金日成」と会ったんですってでその時に通訳の人がね、えー、と老人の方はここにお座りくださいって言ったらしいの,あの北朝鮮の通訳の人がねそしたらその時金日成がずっと今まであの日本あの朝鮮語で喋ってた金日成が日本語で「ご高齢」と言いなさいって言ったのでそれをそれをねひさんが私にね 「実はこんなことあったの?」とかって言って話してくれて「いやさすがさすがあの世代の朝鮮人みんな日本語わかる」っていうねあのね北朝鮮の近日生当時は何人なんで玄水かな出席かなね彼がね左さんに対して老人の方って言ったね通訳に対し「ご高齢の方は?」って言いなさいって言ってその場で。 叱責したっていうのね。もうなんかね、あ、さすが植民地と思いますが、さ、エンタメに行きたいと思います。歴史の連続性ですわね。歴史の連続性から見を続けるなということが言いたかったということで。はい、エンタ見行きましょう。ありがとうね。だって。ね、えね、ね、ね、あの、今日はちょっと、あの、この連続で、えっと。北丸さんからお願いしたいな。この映画、すごく良かったですね。 世界は僕らに気づかないこれね、うん、あのフィリピンのいわゆる、うん、まあ当時芸能ビザで入ってきたんでしょうね、うんうん、女性が結局パブで勤めてでその時に日本人の男性と子供ができてその男の子がこの「世界は僕らに気づかないの」のこの「僕らの僕」の一人なんですけれどこれを主人公としてベトナム移民。 そしてそこで,で生まれたミックスの子どもそれを取り巻くその世界の今日のテーマと本当にまあ通定している話なんですけれどもそこでどういう差別が行われどういうふうな扱いが行われそしてまた生きていくためにお母さんがどういう結婚をしそしてその人とはただ単に形式的な結婚だったんだけれども。 この男の子が本当のお父さんを探すんですけれどもね、うん、そういうのが全部この中に描かれてしてまた役者としてこの男の子がすごいすごい上手でしたねすごいびっくりしました<の>私もほ、うん本当、うん、でこれ撮ったのがね、うん、実はトランスマスキュラの、うん、の監督なんですよトランスマスキュラまあトランス男性とも言ってもいいんだけれども、はい えー、彼が結局その自分、うんまあ、そ,そこまで彼とは話してないんで歌唱さんっていうんですけども飯塚歌唱さんっていう方なんですけどかか彼とはそこまで話してないんだけれどもそのいわゆる自分のアイデンティティ、うん、それこそ。 最後、愛国に頼って国に頼って自信を回復するようなそんな安易な生き方ではない自分一人しかいなかった周りが誰も自分のことに気づいてくれないっていう中でどうやって生きてきたのかっていうのが本当に反映されてる彼が結局脚本も書いてあるんですけれどもねで。でそしてまたその二重性っていうのは何か、まあ、その 人種的な問題混血の問題移民の問題と同時にこの主人公の男の子ゲイなんですよね、うん、でゲイで同じ高校の中に好きな子がいるんだけれども、うん、でその好きな子と一旦別れて、うん、で最後に付き合ってくださいってもう一度言うと、うん、そういう二重三重のいわゆるメインストリームじゃない、うんえー、物語が全てこの中に入て、うん うまく取りくまあ最後、えーまあ、ちょっとボーイズラブ系だなっていうボーイズラブ系になって安易で、えー、こんなに人生うまくいかないよっていうこともあるけどもこれはね一つの希望を描いた物語として僕はこういうふうにして描かないとあとはものすごく悲惨になってしまう、うん、そういう世界の瀬戸際っていうのがエッジのところで生きてる人たちのことを描いた作品です。うん、これ あの残念なことに公開ちょっと終わってしまったんだけどまだ、嘉匠、うん、さんが今一生懸命あの全国でいろいろ回ってますんで、はいえー、ネットやなんかで調べると自分の近くに来ることもあるかもしれません、うん、あとは覚えておいてくださいこれ必ずどこかでまたネットフリックスやなんか読売り込まれると思いますので私はねあの、この映画あの拝見させていただいて2世の悲しみがものすごくよく伝わってくる。 つまり親は本国というねも、ね、のすごいこう母体というかね、うん、自分の生き,生きる基盤があるわけですよ。だけども日本で生まれ日本で育ちでそしてそれで二世でそしてその日本語がたどたどしい親の、ね、間に入ってでそれが差別を受けでそれから自分がの存在そのものが誰からも理解されないあの人いるじゃないですか。 塚浩平さん塚平さんたちがあの、うん、娘にあてたあの、うん、遺書の中に「うん、海に流してくれ」って書くんですね。うん、でそれってねあの別にダブルでなくても在日の二世の人たちの特徴なのね。うん、でそれは生きる社会はあるけど死ぬ場所がないんですよ。それくらいさまようの、ねうん、でその二世の悲しみというのがあのこの子のねこ,ここの子うまかったね。 本当に何かそのでしかもね親が水商売やんないって生きていけないっていうのはそこしかね生きる道がないのね。でお母さんの、ね、役、うん、の人もうまかったね。すごくうまかった。でそれで明るくて上手くて。すごいバイタリティが。そでそれでガンガンそのうちにそのなんていうのかなあの国にね仕送りをしてあのい生きるい生というもの生きるというものの力が母親はものすごくあってで子供は。 なんていうかなある意味で言うと日本根なし草さみたいな感じで,そ,<う>でその中の葛藤というものが今までこんなにきちんと描けた2世とかダブルであるとかマイノリティであることのその葛藤が描けたっていうのは私は初めて見たのね,ねだから本当はこういう映画をね在日作ってほしいと思ったのよ <laughs> だけどもやっぱりなかなかそうではなくてこのこのなんていうのかな切なさっていうのは私はやっぱり見てもらいたいなと思う。うん、あの 戦死したら骨を拾って祖国の土に埋めてくれっていうのがいわゆる日本人にはあり得るけれど祖国っていうのをでも祖国はさあなたたちを餓死させてあなたたちを殺す道に持ってったものじゃないかなおかつねもう一つね塚さんが「海」っていうのはさ祖国の土っていうのがないんだよねきっとね。そういう意味で「海」っていうのはまた。 すごい存在ですよね。ね国でもない国、うん。で、えっ、ー、とスミバ線私はですね、実はえっ、ー、と前にもご紹介しました湘南カメ組の講演会があります。で、この湘南カメ組というのはいわゆる社会が障害になっている人たちとそうで、えー、まあちょっとなんていうか身体的には楽にいける人たちとみんながこう合わさって歌ったり舞台をやったりそのいろんなこう表現活動をしているんですね。それで湘南カメ組の講演ってね。 じーっと見てね、自分の中の混乱と戦うんです。<え> <laughs> あの、ね、本当にね、えー、これここ目の前で見ちゃっていいのかとかね。<ー>だけど舞台だから見なきゃいけないわけじゃないですか。<ー>だからだけどその例えばちょっとこうあのあう動くのがちょっと大変な人とかあってそれを。 普通だったらこう何だか目をそらしてきたようなものを舞台のステージは一応分かって見ないといけないそれはねこう自分の中に自分の中にあるいわゆる社会が障害になっている人たちをどういうふうに見てきたのかっていったその葛藤もね全部ですねその舞台見ながら現れるんですねで体験劇場ですね体験劇場、そうそうそうでいろんな意味で私は湘南亀組はあの大好きでえぜひあの3月の11日ですで。平塚でですすからえと神奈川県ですねえ ちょっと遠くにいる方は申し訳ありませんがぜひそちらの方にお越しください、えー、さてではもう時間がおしたのでサクサクといきたいと思います1月のクイズを出しましたこの小さなプレートは何でしょうかっていうのでちょっとこの動画を当時撮りましたのでこれをご覧くださいどんな感じにあるのかっていうと歩いてきましたそうするとちょっとあれと見ますよく見ると プレートがあって真鍮なんですね、うん、で、そこのところに生まれた人死んだ人お名前とどこで死んだのかというのが書かれています家ですね家ですねこんな感じの普通の街の中にポッと出てくるんですね ええっっととねこれははュュルルルルでい。私も一番多く見たのはベルリンです、うん、です。それでこれはつまずきの石礎というんですね、うん、ででこれはえっ、ー、とナチスによってですね殺された人たちまああのお話は精神疾患、はい、それから障害者ロマ、うん、ロマ移住者ですねそれから性的少数者、うん、それから共産主義者そしてユダヤ人というふうに。 で殺しまくっていっててそしてそれによって殺された人たちの名前とそれからその生きたなんていうの奇跡っていうんでしょうかね,ねあのそれをちゃんとその残しておこうという運動が始まってでこれをその、えーとね、ケルンの、えー、と彫刻家が、ね、言い出したんですそで,すでそれで大きな活動になったんですが確かね1993年ぐらいだと思います。でその時に、えー えー、この活動が起きて10 10 10セセセンチ10センンチチチの幅なんですねはい、はい、で長さも1 0センチでそれでこれをあの、まあ、買ってですね、うん、でそこに住んでる人と交渉してそこに住んでたところの人で殺された人の前でだここの家の前で住んでたこの2人が実は殺されたんですっていうので,、うん、でこれはね歴史を継承していこうという運動なんですよ。 で私たちはやっぱり歴史って忘れてっちゃうので、うん、でも歴史から学ばなければ同じことを繰り返してしまうというね人類がさらにこう人間として生きていくために流した血の対価はやっぱりあ豊かな社会にして戻さないといけませんからそのためにそのあのこの運動が始まりました。そそそれれででここののの写真の、ね、右側にあるのこれ何だかかかりますす追追悼そうそうそう追悼碑碑ううねでこれね あのちょっと森の一角にあるんですけどねあの同性愛者のための追悼碑なんですね。でねなぜあ俺これ見たことありますか見たことある見たことっていうか一番最初にできた時にこれを俺自分であの芸術雑誌の連載持ってたんでそれでリポートしましたあ<ー>、うん、そう私ね私初めて公式に。ですよそそうそう,そうでこれはベルリンにあるんですけど私ねどうしてこの形なのって聞いたの。でそしたら 要するに隠れて行けなきゃいけななきゃかったでこうやってね中を覗くんですねで覗いてみると映像が出てくるんですよ楽しく語り合ったそ,う、うん、その同性愛者の人たちがね。ねうん、でまあこういうようなねそのやっぱり歴史を残していこうといったものの流れの中にやっぱり日本がなかなか入っていかないですよね。ああのね <laughs>、うん、まあ みんなユダヤ人、ユダヤ人というのはずっと、まあ、みんな知ってたんだけれども、まあはい、共産主義者というのもあったんですけど、うん、精神障害者、ロマそれから LGBTQ の人たちのことに関しては、うん、歴史の中にもほとんど残ってなくて、うん、継承されてなかったんだけれどもいわゆるああれですね、えーっとえー、なんだっけあの映画映画だとか、うん、中で結局同性愛者も殺されてたっていう話が、うん、やっぱり続々とお世の中に問われる形で出てきたんです。うん でドイツの政府も結局、正式に90年代に謝ることになるんですけれども、うん、で歴史がはっきり残ってないもんだからだいたい20万人ぐらい殺されたとか10万人だじゃないかとか、うん、性的少数者,少数者よね。うんうん でそういうふうには言われてるんだけどなかなか検証難しいんですよねでもなおかつみんな隠れてさっき言ったように隠れてたしそ,<う>その前に刑法百七十五条というのがずっと続いてたんでよ、うん、ドイツっていわゆる性的少数者を犯罪化するそ<う>うん法律ださっきの入管法じゃなくてとにかく犯罪者にしてとにかく排斥する,作,る作っちゃうね犯罪者に捏造するわけよ犯罪者そういう形の歴史っていうのはずっと今も続いてるんで、うん、これと地続きなんだということを覚えておいてくださいね、うん 本当にそうね、気持ち悪いっていうのはまさにここれと地続きですよねの、ね、のやっぱりそのナチスのやったことっていうのってやっぱ、あのー、私、2つすごい思うことがあって1つはあのせここ去年かなあの、はい、顔のないヒトラーたちっていうあの映画を見ていかにその過去の歴史をドイツですらあのしっかりあの暴いていくことが難しかった。 っていうことがずっと書かれていて、うん、あのそこの困難はドイツも通ったんだ。っていうことを。私あの映画でちょっとあの恥ずかしながら初めて知ったんですね。うん、結局、その終戦から10年が過ぎて初めて、そのユダヤ人虐殺があったっていうことを、うん、あの検事が。 あの裁判でやろうとしたときにもともとみんなやっぱりそのもうナチス時代のことは思い出したくないとかもともと政府の中とかその裁判所の中にもナチス時代の人たちがいるからそんなことはもう暴かれたくないって言って全然その進まないんですよねで証人も全くいなくって、うん、っていうところからあのなんとか証人を集めていこうっていうことで、まあ、やっていく話で、うん、つまり歴史が歴史としてしっかりとその社会の中で認識されるにはやっぱり かなり時間がかかるんだっていうこととそこにものすごいやっぱりその勇気を持ってその動かした人たちがいるんだっていうことをまあ知ったんですね、うんそ。ということで言うといやこの日本のいわゆる帝国,主帝国時代の歴史っていうのがなんかいかに向き合ってないのかっていうのがまあそこで思ったんですよ。うんうん、っていうそのだからやっぱりしっかりと今残っているっていうことはそう,そうやってあのちゃんとあの暴いたというか人たちがいるんだっていうことがまあ一つと。やっぱ このいろんな人たちの命が奪われる時に使われたのはやっぱり優生思想だということですよね,よね、うん、生産性がないとかこの社会にいても仕方がない、うん、この社会に害を与えるという、まあ、レッテルを貼って、うん、でそしたらその人たちの命は勝手に奪っていいってなったでこの優生思想ってもうまさに今日の最初のニュースであった高齢者はもうみんな死んでもらっていいっていう、うんうん、まさにここに。 来るなっていうだから今も優生思想って脈々と私たちの社会にも残ってて、まあ、生殖の生殖補助医療の基本法の時も例えば健康な子供が生まれるようにって簡単に言っちゃうっていうのもすぐ現れてくるのでやっぱりここで自分たちの社会のある内なる優生思想にしっかりと向き合うあんなひどいことがあったんだねじゃなくてそれは自分たちの社会にも 現れてるんだっていうことを、なんか絶対忘れてはいけないなと、あの思いました。ありがとうございます。ね、あの一個思い出したんだけど。あのアルゼンチンで捕まったナチス、アルゼンチン、えっとなんだっけ。あ、今すぐ出てこない。ゲッペルス。ゲッペルス。ゲッペルスだっけ。え、ゲッペルス。なんかいろんな人がいろんなとこで捕まった。でね、それ、あのモサドがさ、あの、バーって捕まえたって、あの、その、その時にね。 あのやっぱモサドすごいよなと思ったけど実はねあれねドイツのナチスをあの生産のための<お>ごめんなさい検事、うん、それねゲイの人だったのそれで, <laughs> そ,れでその人が<れ>今のドイツだったらこれを捕まえられないからっていうので情報を全部まとめてモサドにを挙げたんだ。そうでそれでその中でももし彼がゲイだというふうに分かってしまったら大変な戦後ね,、うん、ね状況の中で、うん、その人が。 命をかけてモサートに送ったんですよ <laughs> もうだからねマイノリティ頑張ろう <laughs> マイノリティ頑張るしかない <laughs> というわけですいませんじゃあ今月のクイズに行きたいと思いますやっときました <laughs> すいません本当にごめんなさい、はいえー、今日はコロナ禍で、はいえー、ドイツの公園のあちこちにこれが現れました <laughs> これは何でしょうかうねこ私わからなかったの 実は私の友達がドイツの友達が送ってきてくれた。分かんないよねこれはね。分かんないですよね。でヒントはドイツはえっと外で、えー、ご飯を食べるうう割とあのドイツというかヨーロッパってみんな外で食べるじゃないレストランでも外だしね。ああ変とか飲んでね。そ,でそうそうでそれでレストランとかがみんなコロナで閉まってしまった。そ,そうすることによって、うん、外食というか外食が増えた。うん、その結果の これですこれは絶対わかんないと思うな <laughs> でもな画像検索するとすぐ出てきちゃうかもしれませんね <laughs> えさて今日は本当に長い時間本当にどうもありがとうございましたあの大辻さんも今日本当にどうもありがとうすごく嬉しかったですあとしばらくあ,あの北丸さんと大辻さんは大変かもしれませんがちょっとこ今日は今踏ん張っていただきたいと思います北丸さんそれで、はい、来月なんですけれどもはい、はい、来月はあのえっ、ー、とえっ、ー、と 社会が障害になっている人たちがどういうニュースをピックアップしたのかっていうもののもうそのニュースであの一回やりたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします,しします北村さんじゃあ今日は本当に長い間ありがとうございました、はい、じゃあおつ市さんどうもありがとうございました視聴者の皆さんも長いことありがとうございましたまたね